セチリジンは第二世代抗ヒースタミン薬の一つでアレルギー反応を抑制する作用を持つ化合物である。日本では商品名ジルテックが販売されている。適用はアレルギー性鼻炎や人魔神、皮膚の発疹、湿疹である。レボセチリチンセチリジンはラセみたいで抗ヒースタミン作用が強いが、その副作用である眠気が少ないアール・エナンチオマーを 高学分割したものが、レボセチリジンとして、グラクソスミスクラインで開発され、2010年に、日本で同社から、商品名ザイザルで発売された。ベルギーの UCB が開発した。日本では、第1産共、グラクソスミスクラインから、商品名ジルテックとして販売。レボセチリジンも、物資特許が切れたことから、後発医薬品も、各社より販売されている。 ヒドロキシジンの代謝産物の一つであり、ヒドロキシジンと異なり血液脳関門を通過しないとされているが、ジストニア反応や鎮静効果が認められている。セチリジン員ン,ンジを、またはセチリジンジヒドロクロライドなどの塩の形態をとる。重大な副作用として添付文書に記載されているものは、ショック、アナフィラキシー様症状、痙攣、肝機能障害、横断、 結晶板減少、眠気、倦怠感、嘔吐など、ありがとうございます。